ツールバーと操作方法。Kindle ではツールバーを使用して端末を操作します。ツールバーは利用中の画面によって異なるものが表示されます。ホーム画面で表示されるツールバーには次の機能が含まれています。ホームボタンをタップするとホーム画面に戻ります。戻るボタンをタップすると一つ前の画面に戻ります。端末によってはクイック操作アイコンがあり、 これをタップすると、機内モードや画面の明るさの調節の設定が表示されます。すべての設定からは、Wi-Fi や端末の登録などの設定も確認できます。ストアのアイコンをタップすると、コンテンツの検索および購入ができます。虫眼鏡の検索用アイコンをタップすると、端末内またはストア内などすべての箇所でコンテンツの検索ができます。 メニューのアイコンをタップすると各種機能の利用端末の設定の変更などができます。コンテンツを表示するにはホーム画面からマイライブラリをタップします。ダウンロード済みをタップすると Kindle にダウンロード済みのコンテンツを確認できます。すべてをタップするとクラウドを含めたライブラリに保存されているすべてのコンテンツを確認することができます。チェックマークがついているコンテンツは Kindle にダウンロード済みのものです。チェックマークがついていないものは、クラウドに保存されています。コンテンツをタップすると、コンテンツをダウンロードしたり、開いたりすることができます。読書中に、次のページに進みたいときは、画面の左側をタップ、またはスワイプします。前のページに戻るには、画面の右側をタップ、またはスワイプします。端末によっては、 ページめくりボタンという機能があり、ページを進めたり戻ったりすることができます。読書中に画面の上をタップすると、読書ツールバーが表示され、読書中の機能の設定を変更できます。ホームをタップすると、ホーム画面に戻ります。さらに詳しい情報については、amazon.co.jp スラッシュデバイスサポートからヘルプページをご覧ください。